橋玲投手にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鷹のサブマリン高橋玲投手25歳、一軍最小格を狙ってファームでは先発中継ぎとフル回転。高橋投手といえば球界でも珍しいこのアンダースローが特徴的。だからそもそもどうやって投げているのっていうファンの方が多いと思うので、はい、ここでアンダースロー講座を開きたいと思います。ちょっと困惑されていると思いますけれども、地面にほど近い高さからボールをリリースするアンダースロー。相手チームも思わず真似したくなるその極意とは一体？教えてレイ先生。左足で引きます。左足引きます。はい、でこう、まあ、高く、はいはい、高くグローブを上げて、はい、そこから右足を、動かして、はい、こうプレートがこういう風にあると思って、はい、90度ぐらい。90度ぐらい。あ、それぐらいです。はい。そこから時点でプルプルしてしまった。そこから左は、はい、足を上げていきます。はい。で、右足をちょっとずつ曲げながら、曲げながら、左足をつきます。はい。この形ですね。その時に、あ、いいですね。そういう形でできてたんですか。そうです。そこから腕を前に。腕を前に。はい。そうです。で、あとはもう体重移動がそのまま前に。実際の目線はこれぐらいですか、ね、これぐらいですか、はい、足だいぶ下げますね。右の筋肉相当使いません？左ですね。あ、左ですか、はい、あれじゃあもう違うんですね私、はい、左のお尻に体重が乗る感じです。動作的に難易度の高いアンダースローの使い手高橋玲投手、ファームでさらなるパワーアップを図っています。一軍で再びレイ先生の笑顔のピッチングが見られる日もそう遠くないかもしれませんよ。キャッチボールよろしければできたらなと思いました。わ、はい、かりました。僕はじゃあもう取る取っていただく、はい、なんとも贅沢な、はいはい、伝説のホークス応援番組が10年ぶりに完全復活。期待の若鷹から主力選手までその素顔に迫ります。毎週日曜夜9時54分から。